いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはタガノデュード、グローリーアテーム、この馬も好スタートを切りました。予想通り先頭はシバース、これに続くのがタガノデュード、さらにはグローリーアテーム、9番ワールズエンド、その後ろ先手を取ったのはシバース、その後ろからはコッドテオ、少し間が空いてチャンネルトンネル、外を通ってオフトレール、内からシンドリームシン、アスクワンタイム、それに続きます。隣にはトップオブザロック、アレンジャー、この馬もこのグループ、その外に KK、 並んで13番順番ケット、これはややスローペース、後ろの馬には厳しい展開です。この辺りで先頭が変わりました。グローリーアテーム、2番手はシバース、ホッドテオ3番手、後続集団も追い上げにかかります。さあ直線に入りました。これからの勝負、グローリーアテーム先頭です。外を突くディスペランザ、グローリーアテーム先頭、残り 200m、 先頭は変わってディスペランザ、差が開いていきます。先頭はディスペランザ、1着でゴールイン、2着にトップオブザロック、勝ったのはディスペランザ、このレースを制したのはディスペランザ。スタートしました。勢いよく飛び出したのはホッドテオ、綺麗なスタートを切りました。予想通りホッドテオ先頭です。これを追ってシバース、さらにはグローリーアテーム、7番チャンネルトンネル、その後ろ先手を取ったのはホッドテオ、少し開いてタガノデュード、内からはワールズエンド、シンドリームシン、そのうちに続いています。その外にオフトレール、アスクワンタイム、この馬もこのグループ、オレンジの帽子 KK、 その後ろ内を通ってアレンジャー、その隣にトップオブザロック、すぐ後ろに順番ケット、この位置にセレスト、これはややスローペースです。後方勢には厳しいところ、前はホッドテオ、グローリーアテーム、ほとんど差がありません。間を挟んでワールズエンド、3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。最後の追い比べ、先頭はグローリーアテーム、内からシバース、グローリーアテーム先頭、内立ち沿いにシバース先頭、残り 200m、 シバース抜けた、並んでいます。ディスペランザ、シバース、シバース、1着2着はディスペランザ、勝ったのはシバース、このレースを制したのはシバース。スタートしました。好スタートを決めたのはオフトレール、アスクワンタイム、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくオフトレール行きました。続いて前へ行くのはポッドテオ、さらにはシバース、12番アスクワンタイム、その後ろ先手を取ったのはポッドテオ、少し間が空いてグローリーアテーム、その外にタガノデュード、この位置にワールズエンド、内からシンドリームシン、青の帽子チャンネルトンネル、その後ろすぐ後ろにアレンジャー、外にはトップオブザロック、この集団に順番ケット、ここにつけたのが KK、 ここまでほぼ平均ペースで進んでいます。さあ先頭は依然として1番ホッドテオ、外を通ってシバース、オフトレール3番手、後続も追い上げていきます。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。先頭にシバース、内からホッドテオ先頭、オフトレールいっぱいになった、残り 200m、 外から一気に突き抜けるか、順番ケット、順番ケット、抜け出す、先頭は順番ケット、1着でゴールイン、2番手は接戦です。順番ケット、見事このレースを制しました。スタートしました。グローリーアテーム、これは好スタート、シバース、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくグローリーアテーム行きました。続いて前へ行くのはシバース、さらにはホッドテオ、9番ワールズエンド、その後ろ先手を取ったのはホッドテオ、少し間が空いてタガノデュード、内を通ってシンドリームシン、ここにつけたのがチャンネルトンネル、外を通ってオフトレール、内からはアスクワンタイム、その隣に KK、 黄色の帽子トップオブザロック、その後ろ隣にはアレンジャー、ディスペランザ、それに続いています。これはややスローペースです。後方勢には厳しいところ、先頭は依然としてポッドテオ、シバース、ほとんど差がありません。グローリーアテーム3番手、後続集団も追い上げにかかります。4コーナーカーブから直線コースに向きました。先頭に出たのはシバース、差はほとんどない、先頭にシバース、残り 200m を通過して、ここで先頭に立ったチャンネルトンネル、アレンジャー食らいつく、先頭はチャンネルトンネル、チャンネルトンネル、チャンネルトンネル、1着2着は微妙です、チャンネルトンネル、見事このレースを制しました。
タートしました。勢いよく飛び出したのはワールズエンド、ボッドテオ。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してワールズエンド、鼻に立ちます。その後ろからはボッドテオ、この馬も上がっていく構えです。さらにはシバース、16番タガノデュード、その後ろ先手を取ったのはボッドテオ、そして大きく離れてグローリーアテーブ、この位置です。すぐ隣にシンドリームシン、外にはオフトレール、その後ろにチャンネルトンネル、外を通って順番ケットアレンジャー、そのうちに続いています。その外からアスクワンタイム、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。さあ先頭はまだ1番ボッドテオ、シバース、いい足で伸びてきた。ワールズエンド3番手、後続集団も追い上げにかかります。4コーナーをカーブして、さあこれからです。一番前にはボッドテオ、オフトレールようやく上がってきた。ワールズエンド先頭、残り 200m を通過して、先頭変わってオフトレール、差が開いていきます。オフトレール先頭だ。先頭はオフトレール、1着でゴール。2着にはどうやらシンドリームシン、オフトレール見事このレースを制しました。スタートしました。好スタートを決めたのはボッドテオ、綺麗なスタートを切りました。大方の予想通りボッドテオ先頭を伺います。シバース、競りかけていきました。さらにはグローリーアテーブ、9番ワールズエンド、その後ろボッドテオ先手を取りました。間が空いてタガノデュード、この集団にオフトレール、すぐ隣にチャンネルトンネル、黒の帽子シンドリームシン、その後ろ順番ケット、それに続きます。内からはアレンジャー、その外からアスクワンタイム、隣にはトップオブザロックディスペランザ、すぐ後ろ。ここまでほぼ平均ペースです。さあ先頭はまだ1番ボッドテオ、2番手はシバース、シンドリームシン3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はボッドテオ、さあ直線に入りました。これからの勝負、ボッドテオ先頭です。これはさすがに体勢決したか、懸命に追うグローリーアテーブ、残り 200m を通過して、ボッドテオ先頭を走る。タガノデュード、差はほとんどない。タガノデュード、タガノデュード1着、2着にはどうやらオフトレール、3番手にはボッドテオ、勝ったのはタガノデュード、このレースを制したのはタガノデュード。スタートしました。アスクワンタイム、好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してアスクワンタイム、鼻に立ちます。その後ろからはボッドテオ、この馬も上がっていく構えです。ディスペランザ後方に控えました。前の方からもう一度ボッドテオ先手を取りました。その後ろにシバース、アスクワンタイム、すぐ後ろワールズエンド、それに続いています。ここにつけたのがグローリーアテーブ、シンドリームシン、上がっていきました。外を通ってチャンネルトンネル、これに続いてタガノデュード、内からはアレンジャー、その後ろにトップオブザロック。ここまでほぼ平均ペースです。前はボッドテオ、シバース、いい足で伸びてきた。間を挟んでチャンネルトンネル、3番手、後続も追い上げていきます。さあいよいよ直線の攻防、先頭に立つのはボッドテオ、外にはワールズエンド、シバース先頭、ワールズエンド外から先頭に躍り出た。あと 200m、 ワールズエンドリードはわずか、順番ケット、差はほとんどない。ワールズエンド1着、ワールズエンド順番ケット、2着に入ったか、3着にトップオブザロック、勝ったのはワールズエンド、このレースを制したのはワールズエンド。